い、というわけで始まりました。5月の11日水曜日、21時回りました。新笠子のヘアスタートです。ということですね、今日もなぜか女子3人でとりあえずはお送りしておりますけどもね、ありがとうございます。というわけで、新笠子の部屋、私笠子です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてじゃあとりあえずね、じゃあいるメンバーを紹介しようかなと思います。じゃあこちらのね、はい、はい、こんばんは、ゆうです。よろしくお願いします。はい、ゆうさんです。よろしくお願いいたします。そしてこんばんは、きみです。よろしくお願いします。きみさんです。よろしくお願いいたします。今日はね、観覧の方も来て、ね、ありがとうございます。こんな感じで、ね、実は今日はね、告知したので、まあ、それをね、ご覧になっていただいた方はご存知かもしれないんですけど、うん、なんと、まあ、一応っていうのかな、2時間スペシャルということで、うんうん、実はこの番組の、まあ、新笠子の部屋なんですけど、はいはい、このあと、まあ、新笠子の部屋は21時から21時50分までなんですね、うん、でその後に22時からいつまでしたら、ね、青空の一風旋風の青空ラジオをこの後見てねって言うんですけど、今日はその番組も一緒にコラボしてやろうということなので、そうなんですよ。だからね、この後もね、ちょっともしお時間がある方、よかったら新笠子の部屋終わったの50分で終わったので電源切らないで、そのままとりあえずちょっと10分間休み時間というか入るんですけど、その後に青空一風旋風の青空ラジオがやるんですけど、そちらに見ていただくと、なんかこの辺がもしかしたらまた出てくるかもしれないっていう、うんね、こういう企画は初めてな感じ。こういう企画はね、2時間ぶっ続けはで、なんかね、前にちょっと違うまたあののでやったかな、どうだったかな。新笠子じゃなくて、笠子の部屋の時代に、あのレッツエンジョイとか、あっちの方で逆に向こうに行ったりとかっていうことはあるけど、こういうぶっ続け2時間とかもしかしてそんなにないかもしれないですね。まあ、てか逆に新笠子の部屋多分初めてですね、すなってからっていうのは初めてだと思うんですけど、まあでもね、今日はそれこそまたね、女子3人しかいないし、うん、まあ、ゲストさんはこの後出てくるとは思うんですけれども、ね、で、なんかなかなかね、ちょっと一人の方は今こっちに向かってる途中で、一、はいはい、人の方はちょっと今日はお仕事の都合で、うん、まあ、今日は、ね、お休み、まあ、岡ちゃん今日お休みなんですけれども、また来月来てねって感じなんで、来られる方が、ね、ね、欲しいよね、来ればいいんじゃないかなみたいな、ね、感じでやってるんですけども、うんうん、まあまあでもとりあえずいいんじゃないですか、もう女子3人で、うん、いい、うん、なんか作っちゃう、チームの名前だと、もう作っちゃう、まあまあチームサンローズでしょまあまあ ね、そんな感じで、まあでも多分、うん、今3人で寂しいなと思っても、うん、多分ね、終わり頃にはものすごい人になってて、ね、逆にもう酸素薄いみたいになると思うので、あ、そうそう、まあ、逆にちょっと今はちょっと女子の感じでなんかしっとり ね、大丈夫ですか、大丈夫ですか、なんかね、あっちのお客さんがね、別に面白いこと何も言ってないじゃん、うん、笑ってらっしゃるんで、ね、大丈夫かなっていうね感じなんですけどね、うん、大丈夫ですか、大丈夫ですね、楽しいねみたいなね、そんな感じなんですけど、まあ、女子でね、じゃあお送りしようかなと思うんですけど、はいはい、まあ、5月ですよ。そうですよ、5月といえば、はい、何、母の日、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク、ウィークとか、ウィークとか、5月病とか、そういうこと、あ、まあまあね、まあ、5月はいろいろね、ある感じではありますけれども、はい、なんかどうですか、まあ1ヶ月ぶりなんだけど、1ヶ月ぶりな気がしないんですけど、うん、なんかあっという間にね、1ヶ月経っちゃうなと思うんだけど、そうだよね、そうだよね、この、まあ、1ヶ月どうなさってましたという前に、はい、じゃ提供を言わせていただいてよろしいですかね。さすがですね、あの、私ね、はい、自分の仕事が終わらないと寝られないタイプなので、いい、はいはい、そうね、そうね、そうね、まずじゃあやることやっちゃおうか、ね、そうね、そうね、やることやっちゃおう、はいはい、じゃあゆりさんお願いします。はい、オッケー、この番組は喫茶室サンローゼ、松屋北千住東口店、お好み焼き佐賀の茜時北千住店、ラーメンパーク、花丸うどんミルディス店の提供でお送りいたします。ちょっとキミさん、最後ちょっと若干さ、何店だってみたいなね、なんだっけなみたいな最後ちょっとね、花丸うどん、うん、ミルディス店、そう、ミルディス店ってちなみにどこですか。あ、そうね、そう、なんかてかさ、ミルディス店って言われて分かります、分かんないですよね、分かんないよ、ほら、分かんないよね、言った方がいい、そう、うん、ミルディスってどこですみたいな、そうですね、そこですね、分かんないですよ ね、うん、ここ東口じゃないですか、北千住東口、はいはい、ここはね、スタジオは ね、はい、で西口にマロイってわかる、
マルイ、マルイのフルコートわかる、ね、あの 逆にわかんない、あのマルイね、マルイ、マルイじゃなくてマウイみたいだから、ハワイみたいなね、マウイ島みたいな、そうハワイ島、そうだね、マルイね、北千住といえばマルイよ、 そう、その1階にあるフルコートわかる、すいません、あのね、キミさん今日ねちょっとね車に酔っぱ引っ掛けてきたんですよ、ソフトクリームを、ソフトクリームです、ダメ、なんかね、それでちょっとね酔っ払ってるみたいなんで、ね、ここまで、ね、来ちゃって、じゃあちょっと訳していい、北千住丸井のフードコートですね、そうそうそう、そう、フードコートの中にある花丸うどんですね、そうそう、うどん、うどん、花丸うどん、ヌードル、ヌードル、ヌードル、もう変わってるから、そう、店名だから、ね、英語にしないで、ごめん、ね、そうそう、そう、あなんか丸井の中に入ってますもんね、入ってます、入ってます、あれももうこのカサコの部屋応援してますからね、すね、ありがとうございます、ありがとうございます、もうね、あとサンローゼさんも ね、 そうですね、最近なんかすごいテレビとか出ちゃったとかって噂を聞きましたよ、私テレビ見たいんですけど、なんかそう、日曜日のね、あす昼間やってる、はい、っていう番組あるんですよ、へえ、へえっていう番組って、ね、うん、そこに老舗の喫茶店でハンバーグが美味しい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫、っていうかさ、頑張れ、あのさ、頑張れ、あのさ、応援してるんだか邪魔してるんだかみたいなね、ね、なんかちょっとね、うん、宣伝して、そうだね、ハンバーグが美味しいお店っていう、うん、おそうなんです、でもね、本当美味しいんですよ、手ごねみたいな、本当にね、ちゃんと手作りのね、そうそうそうハンバーグがね、そうなの、ハンバーグが。ね、ハンバーグが、ハンバーグがね、美味しいですよ。北千住の、まあ、その喫茶店なんだけど、コーヒーとか紅茶だけじゃなくって、うん、食べ物もね、そうそうそう、美味しいので、ね。下町ナポリタンってあるの知ってる？下町ナポリタン、なんか噂には聞いてます。はい。それも美味しい。あの麺がもちもちでね。もちもちでね。麺がね、生麺なんですよ、パスタが。なんでちょっと北千住来たら、多分ね、それこそ丸井とかルミネに行っちゃう人多いと思うんですけど、うんうんうん、ちょっと出ていただいて、町の中に出ていただいてね、うん、まあ西口でもあるけど東口はこっち側なんですけど、うん、そこの目の前にある喫茶サンローゼさんっていうところがね、まあ、提供もらっていただいているんですけど、はいはい、ええ、そこ食べ物もいろいろ美味しいので、ぜひね行ってみていただければなと思います。でアイスコーヒーの秘密、はい、ね、アイスコーヒーの秘密もあるからね、アイスコーヒーの秘密も ね、はい、そんなのもありますので、ぜひね、あとね、そうそう、あとね、ちょっと仕事言っていい、 いいよ、あとメールアドレス言ってもらったね、そう、ちなみに新笠子の部屋っていうのは一応ね、メールテーマっていうものがあるんですよ、一応ね、なんですけど今日のテーマは自由です、なんで自由会みたいなね、もういいじゃんみたいな、もう考えるのめんどくさくなっちゃったみたいなね、いやそんなことないんですけど、まあたまにはそのほな縛られない自分の好きなね、例えばあのまあなんか無茶ぶりでもいいし、逆に例えば何キミさんとかね、私とか、あのなんだっけ、ユウさんね、いろんな名前があるからさ、どいつでってね、ね、ユウちゃんのね、この人なんだいっていう質問でもいいし、まあ、なんかそういうなんか自由なテーマでいいので、うん、なんかちょっと気になることだったり聞きたいなっていうことがあったら、ぜひ今のカサコの辺にメール送ってきていただければと思います。ということでメールアドレス言ってもらっていいですかね。はい、はい、引っかからないように頑張ります。はい、引っかからないように。はい、メールアドレスは、はい、senju@cwave.jp、そうですね、この辺出てるかな、うん、千住アットマーク、うん、cwave.jp までメールの方、はい、バンバンお待ちしてます、よろしくお願いします、はい、バンバンお願いします、これおかしいよね、いやおかしいよね、ちょっとソフトクリーム食べ過ぎだよ、プランチとか ね、美味しかったしね、ちょっとね、まあね、まあいいや、いいや、まあね、まあね、そんな感じでね、ちょっと今日多分グダグダでね始まり終わりこうなるんではないかなっていう感じではあるんですけど、どうしようかな、じゃあとりあえず、うん、とりあえずその辺の話ですけど、うん、まあなんだろう、今日、まあ、その何5月になって皆さんどうしてましたかってちょっと聞いてもいい、うん、そうね、うん、ちょっとね、なんとなくちょっとなんとなくこうね、なんとなくなんとなく時間的な、ね、ああ5月、はい、5月ね、ゴールデンウィークすごい楽しかったのよ。あ、そうなんですか。いつもね、なんかゴールデンウィークってこうなんか行事事が多いんだけど、はい、今回自分の時間がすごく取れてて、お、素晴らしい。それでなんといたよね。あ、行った、実はね、一緒に過ごしたね、いたよね、はい、みんないたよね、はい、なんかいたよね、みんな、ね、はい、そう、まあね、あのキミさんね、まあ、すごい豪邸が実はあるんですけど、某所にね、そちらにちょっと私のうちに豪邸に遊びにおいでって言われて、
遊びに行かせていただいたんですよ。したらもうすごいですよ、金の延べ棒とかいっぱいあって、もう噴水とか ねあって、そこでね食事ね、みんな食事して、ちょっとカードゲームをやろうということで ねやったりとかっていうことで、どこまで本当か嘘か分かんないんですけど、はい、いやいや、まあまあね、まあ、大体ほぼほぼ全部一緒、本当ですから、はい、まあ、でも楽しかったですね。楽しかった、別に、ね、ゴールデンウィークだからってどっか別に旅行行くとか、うん、海外行くとかじゃなくても、本当こうなんつうのかな、友達の家に遊びに行くって意外と、なんだ、学生の頃ってあるじゃないですか、うんうん、だけど大人になって友達の家にさ、例えばキーミちゃん遊ぼうって行かないでしょ、ね、なかなかね、うん、だからすごいなんか逆にちょっとね新鮮っていうか、うん、ちょっとね、ゆうさんはちょっとね、タイミングがあってね、来れなかったんですけど、それでそこでこう自分の好きな猫とやったりとか、カードやったりとかね、うん、やって楽しかったですね。ちなみにでも、じゃあその、ゆうさんはもうね、なんて呼ぼうかなみたいなね、ゆうさんはゴールデンウィークは何をされてたの？ゴールデンウィークはまあ一緒にいたタイミングもあったし、ね、行った時ね、あとはまあ、普段会えないお友達とか、まあ久しぶりによみたいな感じがあったりとか、結構私も充実した、はい、じゃあ割と別にどっかにすごい旅行に長期で行くとかっていうよりは、割と友達と会ったりとか、そんな感じですかね。そう、うん、そうですね。あとはまあ空いた時間にこそこそっとちょっとお家の掃除をして、こう、こそこそっと、ね、なんでこそこそ掃除するんだろうね。まあまあね、大々的にはできない、うん、あ、なるほどね、ちょっとね、今のちょっとやっちゃおうみたいなね。でね、かさこちゃんはどうしてるわけ？いや、だからもう友達とね会ったりとか、うんうん、家をちょこちょこっとこそこそっと同じじゃん。まあまあ同じですよ。まあそんなね、男子が流行ってんだよね、私たちも ね、 そうそう、ね、もう時代は断捨離ですよ、ね、そうそうそう、なんかシンプルにね行きたいなっていうのがあるので、うんうん、ね、そんな感じでやっていましたので、まあ、その大したね、すいませんね、ゴールデンウィークの華やかなねハワイ行ってきたよっていう話題はないんですけど、うん、まあ、友達とのなんかこう友情を深めたウィークだったかな、うん、みたいな感じですかね。そうそうそう、ね、ですね、うん、素晴らしかった、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、ちょっとね、そろそろちょっとこれちょっと一曲ねかけたいなと思いますので、ちょっと一曲ブレイクという感じでね、一曲聴いていただけると いただければと思います。熊崎玲奈さんでブレイクスルーです。笑った昨日へ、今日も最低だよ、ごめんね、縛られありのままいられなくて、鳴り響くサイレン、やまだ受け入れ、無理は承知だが常に不安定、歩き続けたなり果て、葛藤のもう一人で立ち尽くして、頭で考えないで It's to your heartbeat What do you want? 嫌いなの我慢は必要、平気なフリーチャモを吐きそうで勘違いな夢でもしがみついて抱えてた、何度目かの期待しても失敗、消えかけるギリギリで立てる誓い、やっぱこのままじゃ終われない、まだ何も掴んでないから、当たりません、バラせ期待したファン、光全て勇気を握って、描いた通りの未来へ、中で少し怒りが差し込む日もあるだろう、痛みの先にまだ見ぬ世界、期待を抱いたっていいだろう、好き勝手に放たれたステイ、のどとの二十歳に漏れていき、無価値苦しみ悩みの中に芽生える何かがあるのだろう、傘まで迷わないで目指す頂上まで、Are you ready to go? 叶うでしょう、間違いはないよ、果てがライトされても、ただの人だってこと、人は朽ち果てても、夢はずっと終わらない、
全て勇気を抜いて描いた通りの未来へ転ばないでやれないから、それすら楽しんじゃおう、あなたがよ というわけでお送りしましたのは熊崎玲奈さんでブレイクスルーでした。というわけですね、イエーイ。というわけで、ね、なんかあれなんか一人勝手にじゃないけどなんか自動的に増えている。どうも世間騒がしてますショーン K です。あお前か。お待たせしました、ショーン K。 どうも違うショーン T です。違う、意味が分かんないからな。ミスターショーンです。ミスターショーン、なんか変わったね、はい、顔ね、整形した。はい、ちょっと鼻内緒なんですけど、ね、てか本当ね、入れてます。だからなかなか来れなかったのね。え、あ、だからだ。だからね、ちょっと収まりが悪くて最初ね、はま、ちょ腫れたりするからね、収まりが。あーすごいね。まあそろそろ世間の波風もね、あー落ち着いたから、ね、でもそれがさ、はい、もう本当全部本当リアルに聞こえるからね、はい、マジでね。あの、リアルガチ久しぶりですもんね。ね、ガチね、はい、ガチ本当ですよね、はい。ミスターでございますね、ありがとうございます。もう今日はね、もうギターをね持った、はい、いただいたのでね、渡り鳥ですので、もうちょっとこの後ね、いろいろやっていただきますよ。はい、やっていただきますよってのもあれですけどね。まあじゃあそろそろここでね、お待ちかねの方もいらっしゃると思いますので、ゲストの方をお呼びしたいと思います。というわけで本日のゲストというか2時間スペシャルというかなんですけれども、青空一風旋風のお二人と、レイニャンさんです。どうぞ。どうもすごいメンバーね。誰すごいメンバーね。というやちょっと、まあ、どうぞどうぞどうぞ、ね、いつもどういう感じで座るの。え、あ、いい、いやいや、ま、前よ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 、いいよいいよ。っていうか、え、2人いつも挟まれてるの、うん、レイニャンは挟まれてる。これに、はい、なんかちょっとこれにちょっと君がキミ、キミ先生、いいの、はい、いいの、いいの、なんだか行きなさいよ。どうしたのよ、なんでこれ、なんでこの苦しいわよ。とりあえず座っていいの、とりあえず座ってっていうかね、多分っていうか、すいません、あの言っていい、あのね、いつも新笠子の部屋終わった、この後は22時から青空旋風の、あ、青空一風旋風の青空ショーですって言うんだけど、あのもしかしたらほらそれを見ないで切っちゃう人もいるわけよ。なるほど、あららなるほど。で、あ、青空旋風ってこういう人なんだっていうね、こういう人出だしがって思われるんですけ ど、はい、ちょっと自己紹介的なものをねしていただいてもいいですかね。はい、わかりました。はい、わかりました。ちょっとちょっと、はい、私、はい、青空一風の彼女のいちこです。よろしくお願いいたします。そういうことなのよ。そうそう、そういうことなの。そういうことか、そういうことなの。あれ、じゃあ風船部は来ないの、ここは。そうなのよ。そうそうそう、そういう設定なのよ。そういう設定なの。そういう設定でやってるのよ。そう、だから私はそういう意味で言うと、はい、青空旋風さんの彼女ということなのよ。千個と千個旋風くんの2番目の彼女です。バカバカ、1番目は大塚にいます。やめなさいよ、やめなさいよ、怒ってるわよ彼氏。やめなさいよ、濡れ衣じゃないの。そしてこのような人々に挟まれてしまっている、はい、レイニャンこと熊崎玲奈です。お願いします。っていうか、いつもこんな感じで、大丈夫よ、こんな感じでやってるの。そうよ、はい、そうですよ。すごいね、レディースデイなんだから。レイニャンは、よくやってる。
どういうことよ。もっと褒めてください。何を言ってるの。かさこどういう意味よ。ちょっと失礼じゃないの。せんこ。何。せんこもっとちょっと大丈夫。いや違うのよ。ちょっと違う。やめなさい。パンツ見ないで。ちょっと。セクハラだわ。もう本当に。センプーさんに怒られるわよ。ちょっと。あ、じゃあセンプーさんに怒られるわよ。お前設定ブレブレじゃないか。設定難しいのよ。1ヶ月に1回しかやんないから。すぐ忘れちゃうのよ。股を開くな。熱いのよ本当に。びっくりしたわよ。てかここもちょっとかなりのセクシー。いやー、ね、もうね。大丈夫ミスター大丈夫。ちょうど見えてないです。見なさいよ。見なさいよ。どういうことよもう。どんどん見なさいわよ。ていうかでもこのこれすごいですよね。これどう画面で見たらどんなことになってるんでね。こちらから見て、ね、よかったら写メとか撮ってくださいね。ねね大丈夫ちょっとお客さん戸惑ってるんじゃない？ね、戸惑ってる。大丈夫。やっぱ綺麗すぎてね戸惑ってますね綺麗すぎて。無視無視。先生がゲストなんだと思って見に来られて。あごめんなさいね。ごめんなさいね。謎じゃないわよ。いやいやこれよこれもうこれこれ。レイニャンはさだってさねだってアーティストじゃないですか。そうよ。一応何言ってんのよもうあんた一人で単独やってたじゃないかよ一流じゃないのよさすげーさすげーもうね青空ラジオの時は芸人ですいやいや何言ってんのよもう言っちゃったそういうことそういうこと言っちゃうとね多分いろいろやる全然やりますよ全然やりますあら今日はレイニャンに面白いことやってもらって一風旋風に歌ってもらうっていうあ逆ねそれいいかも今日一風旋風いないわよいちことせんこですからねいちことせんこにちょっとね歌ってもらってね大丈夫私たち歌得意だからもうそうよちなみにいつも例えばカラオケとか行くのいちことかせんことかいちこせんこねカラオケ苦手カラオケ苦手私夜スナックで働いてるからねそうバス停のそうあの町屋町屋で町屋で働いてるだいたいねお客様と一緒にカラオケに行くんだけど無茶振りされていつも泣いてるその私たちデリケートなのよ。じゃあ今日もじゃあ泣いてもらおうかな。ええわ怖いわ。そうなのよだからさ今日ねじゃあ何ちょっとすごい設定がちょっと分かりづらいっていうかさ質問がしづれえなみたいな。頑張ってよ。いいよいつも通りで。うまくやってよ。じゃあ逆にそうか彼氏のことを聞けばいいわけね。そうそうそういうこと。そういうこと早いわね。そういうことよ。回転早いわよ。そういうことよ。そうそういいわよ。ちょっといちこの彼氏さ昨日かなんか相撲かなんか見に行ってなかった。ああ行ってたわ。ちょっとそうよね。うちの彼氏相撲ね一人で行っちゃったのよ。一人で行ってたのよ。呼ばれてないの。呼ばれてないのよ。そうなんだよ。呼ばれてないのよ。こっちね、あ、こっちの彼氏はね、あの土俵上で頑張ってたから。バカ野郎。やっぱパチパチじゃないわよ。頑張ってたわよ。誰が私の彼氏力士よ。違うでしょ。芸人さんよ。いや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 。いや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 。いやいやいやおかしいでしょ。芸人さんなんだから。そうよ。そうなんだ。そうよ。私もだいぶムチムチしてるけどね。いいのよ。私、そうそう。私はそういうカップルなんだから。そうなんだ。そうなのよ。おデブカップルだからね。ちょっと言い方があるじゃないの。じゃあその彼氏はこの間相撲言ってたけどさ、せんこちゃんの彼氏、はい、最近どうなの？私のね彼氏はね、はい、もうストイックだから、うん、ストイック？そうなのよ。どういう意味？あどういう意味だ難しい、まさかストイックの説明からしっかりしてよメイン MC でしょちょっと辞書引いてよ自分を追い込むタイプだから自分を追い込むタイプそういうことよ、うん、なんか中田秀俊とかさんとかさなんか本田中田秀俊さんとか本田圭佑さん、うん、まあ一郎さんみたいなああいう方よわかる？全くわかる。わからないの？誰の話してんの？え、わからないの？だから普段はもう常に練習しかしてないのよ。何の？遊びとかあなんか来てない苦情じゃないわね。ちょっと苦情受け付けてないわよ。やってまいりましたよ。ちょっと怖いわね本当に。大丈夫かそれ読まなくていいと思いますけども。大丈夫ですか？あら、はい。ちょっと怖いわね。新笠子の部屋様、皆さんこんばんは。こんばんは。念願の観覧席におります。おーテーマが自由と聞いたので、うん、千住のある足立区は相撲部屋が多いのですが初めての生力士いつどちらでしたか。ちょっと一個しっかりしてよ。まあ、いや私は4歳の頃浅草の映画館の2階で、うん、なんていうんだ二力士でした。二力士怖かったです。怖かったです。
怖かったです、うん、ちょっとメールが怖かったですけど皆さんは多分絵文字を使ったんですけど多分変換ができてなかったんじゃないかなと僕の推測でね思う。あ、私ね厳しいわね、君は思うんですけども、今のメールは何、カサコの部屋を神田に来たら生力士を見ちゃって怖いわって話。そういうことなの、失礼しちゃうわもう。あ、なるほど、出して出して、残った出してる話はちょっと私の一人しないでよ。レディに何するの、レディにちょっと恥ずかしいから言ってよ。レディ何させるのよ、カサコ、責任取ってよちゃんと。怖いわよ、すいませんね。いやでもね、カサコさんいい人だからね。そうよね、すいません、ありがとうございます。風船風のね、なんか引っ越したんじゃないの。はい、それ言っちゃいけないの。急に何をおっしゃるの。引っ越したの。もう私 Facebook で見たわよ。あら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 、最近お引っ越しになって。てか別にそれプライベートいいのよ、プライベート出していきましょうよ。どちらに引っ越されたんですか。どちらに。まだ引っ越してないです。あ、これから引っ越す。どちらに引っ越してないです。どちらに引っ越すんですか。何これ NG なのか。さ、引っ越すのやめたって。あ、やめたの。 Facebook にね書いちゃダメなんですよ。 あんだけ公になってるから、まあ、詳しくはウェブで。ウェブでね、いいよね、なるほど、いい、全く意味が分かんない。どこへってさ、君たちは引っ越してさ、住所とか言ってるけどさ、それ言えないでしょ。あ、そうよね、本当のレディだからね。確かに、梅島とか言えないけど。なんで知ってんの私の住所。彼、最近本当にね、お客さんが来たんだからね、私の家に。住所で、私、そう、梅島の 2-20-1 だから。やめなさい、そういうこと言うの。 2-20-1 に来れば会えるんだから。私ね、師匠と一緒に住んでるの。だからね、師匠のね、そう、彼氏がね、師匠と一緒に住んでるの。だからね、師匠のおかみさんも怒ったし、妹さんにも怒られたんだから。ねえ、大変なんだから。じゃあ、あれ、リアルな情報だ。そう、リアルな情報なのよ。そのお客さんもね、苦情言いに来たからね、大変だったのよ。やめてくださいね。怖いわよね。怖い、ネットはね、ほんと、下手なこと言っちゃいけない。言っちゃいけない。もうやめ、もう。やめなさいよ。絶対言わないようにするわ。絶対私の住所言わないでよ。やめなさい、あなたも。2-20-1ね。やめなさいも。2201だから。ちなみに、はいはい、まあ、いわゆるここね、まだ新加速の部屋なわけですよ。はいはい、で新加速の部屋としては一応ね、いろんなメンバーがいるわけですよ。確かに。はい、もちろんね、あの整形をしたギタリストもいれば、ね、こうちょっと顔を隠したらいるんですけど、実は、まあ、今日ね、まあ、はい、とりあえず多分、まあ、多分あの方も何かを持ってるんで、うん、あれを使った何かをされるんですけど、うん、こちらにもね何かを持った方がいらっしゃるので、今日せっかくこのね、まあ、一風旋風の彼女が、うん、と、そうよ、まあね、あと、うん、レイニャンさんが来てくださってるので、うう、うん、3人の自己紹介を兼ねた、うん、まあ、占いっていうのかな。あら、楽しみ、あらららら、いいわね。レイニャンじゃなくて、ユウさん、ユウさんにね、カサゴしっかりしてよ。もうなんか人が多すぎてもう分かんない。酸素が薄いから、ね、なので、うん、ちょっとやってもらってもいいですかね。じゃあ、あの、ちょっと久しぶりなんですけど頑張ってやりたいと思います。初めて声聞いたわ今。素敵な声ですよね。大丈夫、声ガラガラね。ハスキーで素敵です、うん、そうね。ちなみにあのお二人とか、まあ、3人とも、うん、占いとかってやられたこととかあります。されたことというか、私たちラジオでやったことあるのよ、うん、あ、そうなんですか。あるわよね。あるわね。チャーリーチャーリーとか言って、あのコックリさんみたいな。それ占いじゃないよね。そう、あれやったら動いたのよね、井上さん。井上さんですよ。井上さんが糸で引っ張ったとか。あ、違う、見たよね。これね、本当に衝撃でね、本当に本番中動いたのよ。動いて、そのね、次の日からみんな高齢のね、熱が出るっていう。高齢っていうかね、高齢、おじいちゃんじゃない、高熱だ。高齢、高齢じゃねえよ、年齢じゃねえ、年を取ったみたいな。このスタジオ割と来やすいから気をつけて。あら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 、それ占いじゃなくて、ほんと高齢術なんで、やらない方がいいですよ。そうですね。あら、普通に占いな感じなんで。ああ、なるほど。大丈夫。じゃあ旋風くん、旋風くんの彼女、彼女が、ね、別に自分のことでもいいし、彼氏のことで、例えば彼氏これから売れますか的なね。あらあら。何だったりとか、こう二人は結婚できますかとか。なるほど。あら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 。そういうのでも大丈夫です。あら、まあ、大変です。
今必要なメッセージをポロって言った方が、ごめんごめん、なんて言ったの、メッセージがめちゃめちゃ喋ってるよ、声いじるんじゃないわよ、聞いて静かに、はい、はい、お願いします。今必要なメッセージを伝えた方が、うん、多分いいかなって思います。なるほどなるほどなるほど、いいわね。しのごの言わないで私の言うこと聞きなさい。なるほど、通訳ね、なるほどなるほど、了解しました。はい、じゃあどうするんですか。カードを出すので、うん、気になるカードを左手でピッと引いていいですか。これ左の方がいいわけね。左の方がいいです。なら誰から引くんですか。じゃあ誰からでも、はい、じゃあ私から。はい、あんた出たがりね。みんな引いていいんですか。もちろんで、はい、引いちゃった。えーって言われてるよ。なんか危ないんじゃないの。はい、はい、見ていいの。じゃあ、まず一人ずつね、いっこちゃんから行きますよ。いっこちゃんから、はい、せーの、はい、見して見して、なになに言って、何のカード、それ死神、死神のカード。なになになに、カメラに、カメラに、はい、寄り添うとかそういう風なカードなんですけれども、ほろ、なんて言えばかな、ね、うん、いいわよ、ちょっと言っちゃって、死ぬとか言ってもいいわよ。まあ演技悪いわ、演技悪いわ、言っちゃっていいわよ、結婚。何、結婚、あ、でも、うん、そうですね、どっちか結婚っていうか、うん、周りの人とうまく、うん、もしやりたいと思っているんであれば、うん、自分からガンガン行くっていうよりかは、うん、こう寄り添って相手の話を聞くっていうところから、あ、どちらかというと聞く方が上手かもしれない。あ、なるほど、人の話を聞き出すとか、そういうタイプ、寄り添ってこう間違いない、気持ちを和ませるとか、そういう風な和ませます。どちらかというと上手かなっていう、上手上手ところだし、あと、なるほど、そこを大事にしてほしいかなっていう感じが、うん、いろいろ上手、うん、はい、いいわね。なので、うん、もしラジオとかするときとか、うん、もしね、ゲイとか、うん、まあ、彼氏とかね、うん、テクニシャン、うん、寄り添って、うん、聞く話を引き出すっていうのも、うん、ちょっとこれから伸ばしていった方がいいかなと思いました。なるほど、はい、聞き上手になるってこと。そうですね、今は違うってことなんですね。今は聞き上手じゃないってこと。聞き上手なのよ、なんだけど、もっと伸ばして、それをいいところを伸ばして、いいところ伸ばしていくと。なるほど、そうですね、なるほど。あとは、もう一つ今パッと浮かんだのは、そのゲイをこう伸ばすために、こうただこう黙々とこう何自分だけはこうやるんじゃなくて、いろんな人の情報を聞くっていうのもいいかもしれない。アドバイスをね、いいわね、いいと思います、はい、え、あの子売れるのと思いますよ。あの子っていうなんかちょっと待って、あの子売れるの、正直なんかと思いますって一番弱かった。あの子大丈夫、断言してほしいわ。それは心配なのよ。うん、ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。いやいいこと聞いたわ。じゃあ、レイニャンから、うん、じゃじゃん。おー、あー、怖いんだけど。ですね、男好きの層が出てますね。ほら、男のお坊さんのね、絵なのであれなんですけど、はい、こう、どっちかっていうと、こうレイニャンさんすごくナイーブというか、自分の心をこう、なんていうのかな、グッと押さえて頑張っちゃうところがあるので、はい、誰か、分かるわ、ほっとできる人がもしいたりとか、あと友達でもいいので、うん、誰かこうポロッとこう本音が言えて、自分の思いをこう整理して話せるといいかな。ちょっと今ちょっと頑張ってるところ。あら、本音言えてないんじゃないの？まあ、少なくとも二人には言えない、ね、本音を。あ、言ってない。ひどいわね、あなたたち。あなたひどいわよ、本当に。うん、全然開いてないわよ。ありがとうございます。さあ、じゃあ私大鳥ね、結構ね、一番ね、何この信用するタイプ、すげえいいカードじゃないのこれ。せんちゃん、せんちゃんの彼氏なんだか、せんちゃんでもいいんですけど、ただのデブですね。結構頑張り続けて、結構我慢しちゃうタイプなので、わかる、うん、わかる。私うまくこうストレス発散をした方、確かにいいかなっていう、すごい似てる、なるほど、頑張り屋さんチームだから。嘘つけ。あとは、まあ、もうちょっと弾けちゃってもいいかもしれない。あ、よくよ、あ、ほんと、はい、私それ師匠によく言われるのよ。体が弾けてるじゃないですか。いや、体じゃない、内面、内面。結構ね、頭で一生懸命考えて、グッて我慢しちゃうところがあるんです、なので、その、ここに雲があるんですよ、で、こう頭の中でモヤモヤしてて、もっと表現したいのにって思ってるカードなんです、不安をパッて弾いても、もうちょっとはっちゃけちゃった方が
いいかなっていうはっちゃけたいんだけど、はい、相方のツッコミが弱いのよ。はじけらんないわよ、怖くて。はじけないから無理だわ、あの子。褒めるんじゃないわよ、ここで。あの子無理だわ、もう。あ、そうなの、うん、あるのね、闇が。女の人との関係っていうのは。あ、確かに、それ聞きたいわ。うん、モテる層とか出てますか？あ、出てないですね、これは。いつこれ出てない、これ出てない。ないの？全然モテてない。やっぱり同じようなカードが出るので、うん、結構、うん、いいのかな、言っちゃって。言いなさいよ。いいのよ。それがラジオじゃない。うん、いいか、ええかっこしいなんですよ。あ、そうなんで当たってますね。ええかっこしくて、うん、結構何でも。確かに、だってこの前も後半に5万円おごったんだから、だからもう大変なのよ本当に。、ね、家じゃ泣いてんだから。悔しくて悔しくて。だから彼女の、まあ、彼氏さんなんか彼女さんなんか分からなくなってきたんだけど、うん、もっと本音を言った方がいいと思います。本音を言う、本音ってもっと、うん、我慢ってわけじゃないんだけど、うん、やっぱええかっこしいので、うん、もっと弱いところとか、その、うん、出した方がいいの？頑張ってもしんどいんだってとか言っちゃっていい、うん、あ、本当？お金ないとき無理して怒らなくてもいいの？いいの？嘘？いいのよ。いいのよ。じゃあ怒らない。おごってって言えばいいんじゃない？おごってって？おごって。あ、なるほどね、うん、これじゃあそうするわ。うん、彼のね、彼氏のね、両親はね、すごいお金持ちなんですよ。そうなの、うん、だからすぐ親にね、お金貸してって言ってますから。ちょっとあんた、そういうとこは素直になってます。あんた語弊があるわよ。お金借りてんじゃないよ、もらってんのよ。一緒じゃないか。借りてないわよ、返してないんだから。あれもらってんのよ。なるほど、なるほどね。そうなので、すごいわね。あんたやるわね。当たる、当たる、当たってるわ。うん、すごい。ありがとう。で、ごめんなさい、ちょっともうちょっとだけ。今、うん、いっこちゃんが引いたカードとすごく重なるなと思ったんです。うん、あのね、聞き上手なので、うん、もっと聞いた方がいいと思う。そうなのよ。もう聞くことないの、この子。この子ね、うん、私の話だけ聞かないのよ。だって下ネタしか聞かないんだもん。それが私の言いたいことでしょ。なんだもん。聞き上手なので、うん、持つのはやっぱり。なるほど、そうよね、う、あっちは我慢しなきゃいけないわよね。年上なんだから。そこまで。あの子全然我慢しないのよ。今ちゃんと聞いてる、ちゃんと聞いてる、聞いてる。そうですよね、そう、いいコンビだなと思って。ありがとうございます。この3人はどうなの？いいんじゃないですかね、なんかすごい。聞き上手だし、うん、お話上手だし、はっちゃけちゃっていいと思うし。れいちゃんは？れいちゃんは言いましたよ。話上手。そう、聞き上手だし、あとはもう、うん、もっともっと自分の好きなことボンってやっちゃって大丈夫。もっと出していいです。こんな人たちに負けちゃダメ。誰がこんな人たちを。そう、もっとだからレイニャンはもうレイニャンの私っていうの出していいんじゃない。なるほど、なるほど ね、 ね、そうですね、うん、まあ、これね、これってこれって何ですか。だから雑ね。引いちゃうのかもしれないけど、はいはい、もっともう私レイニャンってやっていいんじゃない。なるほど、なるほど、ありがとうございます。いやー、これすごいためになった。ためになった、ありがとうございます。すごいわね。じゃあレイニャン出してもらおうか。お、お、いいですね。何ですか、ね、だってさ、さっきもね言ったけどね、これ、うん、ゆうちゃんはね、レイニャン、レイニャン、ゆうちゃんはこういう技があるけど、なんかあっちの方ですね、整形した人がさ、久しぶりに出てきてこう、ちょっとかなりイケメンになって、ね、なんか何 か、 なんか本当に鼻が高い。なんかせっかく入れたんです。なんでせっかくなんで、まあね、ミスターが今日ちょっとギターをね持ってきていただいてるし、はい、ましてやこのレイニャンさんがね、そうですね、もう超一流の弦交換の仕方を教えますよ。なになに、超一流の弦交換の仕方を教えますよ。弦交換、弦交換。誰が捕まるんですか。犯罪してないですよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫なんで、なんか言葉わかんないわね。おかちゃん。なんでせっかくなんでちょっとコラボ的な感じで、うん、まあ、今このコラボやったんで、今度ミスターとレイニャンのコラボをね、いいわね、素敵だわと思ってるんですけど、レイニャン、なんかよかったら1曲歌って、うん、あ、じゃあね、ここ整理した方がいい、うん、そうね、ちょっとそちらはちょっと後ろの方に ね、 ね、全然いいけど、はい、じゃあミスターもうちょっと真ん中来たりとか、うん、そこで大丈夫ですか。あ、そっちに行く感じね、うん、大丈夫、うん、かっこいいわね。うん、大丈夫。大丈夫、
あのね、うん、いい言って、うん、いいわよ。みんな結構ね、結構本番ギリギリで来たわけじゃん、うん、打ち合わせとかもしてないっていうか、リハーサルとかしてなくって、今本当に本当に本当に今この生のこの瞬間に初めて合わすという。いいわね、ライブ感。いいわ、ライブ感って言えばライブ感ですけどね。ちょっとね、どんな曲がいいのかななんていう話もちょっとしてたんですけど、まあ、それも全然、もういきなりやってもらっちゃう感じで大丈夫だったりするんですか？いいっすよ。いいっすよって言ってます。じゃあすごい。じゃあレイニャンさん、じゃあちょっと曲紹介と、まあじゃあもう始めちゃってもらっちゃっていいですかね。はい、はい、すごいです。それでは、はい、皆さんが知っている曲です。はい、聴いてください。ドリームズカムトゥルーさんで、ラブラブラブ。どうしてすごくすごく好きなこと、ただ伝えたいだけなのに、ルルルルルうまく言えないんだろう。ねえせめて夢で会いたいと願う、夜に限って一度も、ルルルルル出てきてはくれないね。ねえどうしてすごく愛してる人に、愛してるというだけで、ルルルルル涙が出ちゃうんだろう。二人出会った日が少しずつ思いになっても、愛してる、愛してる、ルルルルルル。ねえどうして涙が出ちゃうんだろう。涙が出ちゃうんだろう。Love, love, I will 叫ぼう、 I will 呼ぼう、 もうちょっと大きな声で Love, love, I will 叫ぼう、 I will 呼ぼう、 Love, love, I will 叫素晴らしい。ていうかさもう本当今初めて合わせてるからね。素晴らしい。もうなんかもうすごいってなってね。曲も先にね決めたみたいなね。本当。素晴らしい。すごいよく弾けてる。コードが
コードが見えないわよ。箸も見えないし。スマホは小さいわね。いやいや、ありがとうございました。すごい、うん、すごいわ。やっぱ最初ちょっと鳥肌が出る。そうね。うん。すごーい。素敵。これがプロのミュージシャンなのね。すごいわ。あなたたちいつもね一緒にやってて、もうちょっと声に。いや、初めて聞いた。うん。初めて聞いたわよ、本当に。そうなの？いつも CD しか聞いてないから。そうよ。びっくりしたわ。じゃあさ、この青空旋風ではさ、じゃあもうそろそろまた歌ってもらえばいいんじゃない？そうね。ね。この後ね、やるからまだね。10時からもね。引き続きね。引き続きね。やりますからね。そうよ、だって気づいたら知ってる？もう新加速にあと5分で終わりだから。ね、早い。驚くでしょ。驚くわ。驚く。あと5分って驚くわみたいなね。ちょっとなんかメール。本当にテーマですね。はい。本当にテーマない感じ。テーマない感じでね。でもねメールもね来てるんですよね。はい、じゃあ。はい。それではメールありがとうございます。はいはい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。前から気になって、はい、夜もぐっすり眠れているのですが、眠れてんだ。どうしても聞きたかったことがあります。何ですか？かさこさんの前髪は、うん、何日おきに切られているんですか？過去、はい、一番流して伸ばしていた時は、はい、どのくらい長かったんですか？前髪を伸ばせばかさごは釣れますか？どうかこんなおじさんの小さな悩みを解決してください。はい、かさこファンのおじさんよりラジオネームね。ラジオネームかさこファンのおじさんですね。ありがとうございます。ありがとう。いいとこ突っ込んでくれましたね。ね。なんかこれ教えちゃうと逆に眠れなくなっちゃう。ああ、逆に、ね。なるほど。かさご釣れなかった。そうそうそう。なるほど。かさごは難しいですよ。ね。岩場なかなかね、唐揚げにすると美味しいんですよね。なんですけど、前髪はね、でもね、すごいこの間結構すごい伸びてて、結構ね、今回ね、短くしちゃったんですけど。あれなんですか、ご自分で DIY されてるんですか？いや、ご自分、DIY？ もこもこ。Do it yourself よ。自分で。英語それ。英語よ、英語。ノーセルフよ。ノーセルフ。ノーセルフ。ちゃんと美容院の人に行ってね。まあでも1ヶ月に1回とかそんなぐらいですかね。まあ皆さんもね、よかったら前髪切ってください。何のおすすめなの？そう、大丈夫。そうするとね、夜ぐっすり眠れますからね。なるほどね。はい。そんな感じですかね。はい。というわけでね、まあ、こんな感じで。はい。いやいや、大丈夫。かさこファンのかさこおじさんね。嬉しいわね。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。お送りしてきた新かさこの部屋なんですけども、まあここだったらね、この後は何、青空の一風旋風のね、青空ラジオ始まるんでこのまま見てねって言うんですけど、まあもうこのままもしかしたらね、私たちも出るんで、ちょっとこの辺もね、ちょっとじゃあ後でちょっとまたやりましょうかね。まああと何、じゃあ言っときましょうかね。まあとりあえずね。まあ、そんな感じでまたこの後も続くんですけども、うん、あとちょっと告知としましてですね、うん、ちょっとこんな感じで6月の25日に生誕祭っていうね、こうお祭りというかね、いろいろなんかね、いろんなイベントがあるんですよ。北千住のあの、うんうん、まあ、さっきもねちょっとお話したミルディスっていうのが入っています。丸井の上の、うん、なんですかこれは、どこなシアター千住ですね、1010で千住なんですけど、その会議室の会議室の2会劇場会議質わかんない、まあ、そこら辺で講義室、まあ いや生誕祭とかで、まあ、声の生まれるお祭りで多分検索してもらえるとなんか出てくるんではないかなと思いますので、なるほど、チケットなんかもね発売しておりますので、ぜひぜひ6月の25日の土曜日にやりますのでね、うん、ぜひぜひあの一緒に参加していただければ、この辺のメンバーもしかしたら、ね、いるかもしれないので、なるほどね、ぜひ一緒にもしかしたら、ね、はい、遊んでいただければと思います。というわけでですね、はいはい、まあ、新笠子の部屋は、まあ、月1回なので、次にが6月の9日になるんですけどもね、まあ一風旋風毎週やってるの、これ毎週やってます、ね、毎週やってます、ね、彼氏が出てるのかな、彼氏が出てますけどね、まあかさこねはまた来月お会いしましょうという感じなんですけどもね、じゃあなんだ、でも告知っつってもまたこの後2人出てくるのもね、みんなね、うん、じゃあこの後もね続けて見ていただければいいんではないかなと思うんですけど、もうチャンネルはそのままよね。なんかじゃあキミさん、じゃ最後に楽しいこと一言ね。楽しいこと、すごい振りね。ちょっとやだ、ちょっと何君ねを頼むわ。あ、そう、じゃあ、なんかさ、なんか引退のあれみたいなね。ね、もうすぐ夏よね、みんなね、うん、寂しい夏なんか過ごさないように、もしシングルで困ってる人がいたら、私も相談所やってますから来てください。さすがね、いいわね、告知も忘れないわね。まあまあね、いや、わかんない、もしかして別れるかもしれない。そうよね、そうよ、まだ結婚はしてないもんね。そうよ、彼氏と結婚は別だからね。別よね、別よ、別
ですよ、ね、というわけでね、まあ、お送りしてきました新笠子の部屋なんですけど、まあ、じゃあ次回は、6月9日ですので、この後青空ラジオ一緒にまた出るかもしれませんので、この後も引き続きちょっと10分間の休憩があるんですけど、電話鳴ってるよ、このタイミング君ありえないわ、ちょっとマナーモードしなさいよ、はいはい、どうしたのよ新笠子の部屋、またじゃあこの後10分後もね、見てねバイバーイ。